ステップ1、管理者登録を行う方法をご説明します。お子様の iPhone、iPad で操作を行います。ホーム画面から安心フィルター 4AU をタップします。画面下部のここをタップして、安心フィルター 4AU の管理者 ID を登録してくださいの表示をタップします。サービス開始時に設定した仮パスワードを入力して、仮パスワードを紹介するをタップします。保護者の方のメールアドレスを管理者 ID として登録します。管理者 ID に保護者の方のメールアドレスを入力します。確認のため、もう一度同じメールアドレスを入力します。管理者 ID 確認に進むをタップします。表示されたメールアドレスを確認して、申請するをタップします。保護者の方のスマートフォンに管理者パスワードが記載されたメールが送信されます。保護者の方のスマートフォン操作に移ります。届いたメールに記載されている管理者用パスワードを確認します。お子様の iPhone 操作に移ります。メールに記載された管理者用パスワードを入力します。管理者登録を行うをタップします。内容を確認して OK をタップします。これで管理者登録完了です。管理者登録完了のご連絡のメールが送信されます。保護者の方のスマートフォン操作に移ります。届いたメールに記載されている管理者 ID と管理者ページの URL を確認します。管理者ページの URL はブックマークされると便利です。これでお子様のスマートフォンの設定は完了です。以降は保護者のスマートフォンやパソコンのブラウザから管理者ページにアクセスし、利用時間の設定や各種変更を行ってください。